どうもコネです。この動画を再生いただきありがとうございます。今回は平家物語見ていきたいと思います。それでは早速見ていきたいと思いますので、カウントダウンの後スタートです。はい、始まりました。いや、平家物語って、まあ、もちろん知ってるけれども、正直平家物語が誰が出てきてどういう物語なのかっていうのはちょっと勉強不足で申し訳ないんですが、わからないんですよ。なので平家物語をこうやってアニメにしたっていうのがすごいなって感じたのと、あと、まあ、アニメを見る前にキャストさんを見てですね、ものすごい豪華声優さんたちが集まっていたので、ちょっとまあ一回見てみようかなと思っている心構えです。ちょっと事前にね、ちょっとそれだけはお伝えさせていただきたいところなんですが、絵のタッチとしてはやっぱ平家物語っていうだけあって昔っぽいけど、あ、オッドアイだったね、今。オッドアイ絵のタッチだって。赤い服着た人たち。カブロ。こういうのがだから実際の平家物語に沿ってるんだろうね。え、なんかさらわれてるけど、うわ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 、武士風情って夫が言ったの。うわ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 、あれって何これ何されてんの。何それ、罪って、兵器を汚した罪。え、嘘でしょ、嘘。うわぁ、マジ。え、でなんか不思議な光景が見えている。今こっちの青い目で見てたの。わあ、すごいね。なんか一見昔ながらの映像なのかなと思ったら、もうすごいわ、動きが。鼻の開くとことかね、すごいヌルヌル動いてる。ほんでこの音楽っていいのかな、あれなんていうの、あれ三味線で合ってる、これがオープニングか。あー、ちゃんと、なんだろう、なんかもう表現が難しいんだけど、アニメっぽい演出はあるんだね。あの女の子がオッドアイで、こっちの青い目になんか不思議な力があるのかな、なんか映像が見えてたような感じしたよね。あれはあの女の子が体験したものなのか、それともなんか未来が見えるのかとか、いろんな設定があるんだろうけど、
やすごいね。あ、この人も夫愛だ。てかさ、あの冒頭でさ、この子のお父さんあれ殺されちゃったってことでしょ平家の悪いことを言うと殺されてしまう。その前の、女の人は夫がなんか武士風情がみたいなことを言ったから、ああやって、まあ、平家の人たちが来て、あの女の人も結局殺されちゃうんだろうね。そういう人たちだったね。だね、平家の人たちって。まあ身分の制度がやっぱ昔だからしっかりしてたっていうか厳しかったというか、まあ、罰もね極端だったんだろうね。殺すか、悪いことしたら殺すみたいなね。ここはそれこそ平家の人たちかな。あの持ってあるものはご飯ああいう感じで一口も食してなさそうに見えるけど、時忠、時子、宴の席ね。今はタイラの一門、重盛、殿盛、これ盛重盛はもちろん知ってるけど、なるほど、平家は国をめっちゃ治めてんだ。いやこれ歴史知ってる人めっちゃわかるんだろうな。ただスッと入ってくるんだろうね。すごい難しい正直面白はない。厳島の海、あれ、これって有名なあれ後白河法皇、だからこの人はなんかいろいろと考えがあるんだね。すごいロックな音楽が流れてる。棟梁が重盛、これから
誕生日と映像は間違いなく綺麗だね。この重盛がやっぱ中心、メインというか中心で進んでいくのかな。あれ昔の侍っぽいのが見えるけど、あーさっきの女の子じゃん。この楽器なんて言うんだろう。本当にさっきの侍がいっぱい死んでたけど、未来が見えんの、もしかしてあの女の子。あ、重盛も。亡き者たち、ああさっきの侍だ、うんうんうん、この人は左目で見えるんだ。え、ああそっか、亡くなったから。そのさ、殺す瞬間も見えちゃうのかな。この子は言っちゃったからお父さんが切られたっていう流れだったよね。うん、だからもう親も家族いないんでしょ。この子はこれから一人で生きていくっていう状況だもんね。あ、この中に入れてもらえるっていう流れか。でも何がアラマーなの。何がアラマーだったんだよ。ああ、男だと思った。あ、そういうことね。初めから女の子だと思ってたけど。あ、なるほど。この時代はこういう格好でも、は男の子の格好なんだね。遠慮ないね、いいね。気づかなかったけどやっぱ重盛も夫愛にもうなってるね。オープニングで夫愛がいたのはあれ重盛だったのか。そう、名前が分かんないのよ。え、琵琶、琵琶、あ、本当の名前は知らん。あ、この楽器琵琶か。うん。嫌がってんの？
だってご飯だってね、さっきの感じでもらえたらいいし、重盛が、酒は見ぬってコントロールできんの？でもお父さんさ、目真っ白だったけどさ、お父さんもともとこの目持ってて使いすぎて白くなった的なあの流れかな。好きな清常有森琵琶です。隣に琵琶法師の子おてんばだな、礼儀正しいじゃん。スケモリが一番なんか敵対しそうだスケモリ、ちょっとこの人の名前忘れちゃった、わかんねえあの次男っぽいのがスケモリねこれ最後まで覚えられるかな、優しいよね、なんかちゃんとしてるというか、やっぱ長男だから。でもこの兄弟たちと一緒に過ごすことになるんだね、だから立場的にも一緒なんだろうね、として扱われてるんだろうね。わあ、ホタルじゃん。実家の方は本当田舎だからホタルとかいて、ヘビの目と間違わないよっつって怒られてたの、ちっちゃい頃。どうした、うん、すごい綺麗。同じ色だよね、重盛の目と。確かに怖くなるよね。死んだ人しか見えない。多分死ぬ瞬間も見えるんでしょう。どんだけ怖いのって話よね。せっかく誘ってくれたのに、行けばいいのに。あ、徳子様。うん。妹さんね。あら、素敵な声じゃないですか。あのわんぱくそうなスケモリが、お、すぐわかった。女にそこ差別的なものがあるのかな。あら、うわ、これ未来だよね。この徳子さん死んじゃうの。っていう未来なんだ。何も変えなければ多分。あ、どうした。
ちょっとざまあみたいな顔で見てたけど なんか利用するんじゃない？これさ、ビワだよね。髪の毛白くて巫女みたいな格好してるような気がするけど。あのちょんまげみたいなのを切ることに何か意味があるんだ。楽しんでいる。天皇の摂政？おお。わあ、ここで終わりですか。はあ、でもあれだな、最初見れるかなってやっぱ不安だったけれど、いや見てみるとやっぱのめり込んじゃう。しかもエンディングがなんかまたまた全然本編の映像とは結びつかない。正直ちょっとあの嘘言ってもしょうがないからあれだけれども、でもなんか自然と合うんだよな。途中であのなんだろう、ちょっとロックっぽい音楽流れてた場面もあったけど、あれもなんかね、ま、あのマッチしてたし独特だよね。あ、またいきなり曲調変わるね。曲調が変わったと同時にこの白い髪のこれあれでしょ、ビワでしょ、同じ声したし、ただなんだろうね、同じ違うビワなのかな、存在が違うというか未来のビワだとかだったりするのかね。独特歌詞なしですか後半。うわ、終わりましたね。まあ、さっきもちらっと言いましたけど、このアニメね本当にあの楽しんで見れるかなっていうような思いだったんですけど、いざ見てみたらねすごい引き込まれるような内容でしたね。登場人物は正直重森とビワしか覚えてないんだけど、でもね名前がスッと入ってこなくても、なんだろうね、映像と音楽なのかな、やっぱりこれは何なの、次はどうなるみたいな、こうのめり込むような感覚、不思議な感覚でしたね。見てて実際の平家物語をそのままアニメにしたってわけではなくて、平家物語を軸にアニメとしての世界線が展開していくっていうような物語なんですかね。まあ何にしろ面白いか面白くないかで言ったら面白かったです。皆さんはね、このアニメ見てどういう感想を抱くんですかね。すごい気になるところではありますね。はい、ということで同時視聴いただいた方ありがとうございました。今回のエピソードですとか、この動画に対する感想などありましたら、ぜひコメントいただけると嬉しいです。では、次の動画で会いましょう。コネでございました。バイバイ。